石井正弘君え、自由民主党岡山選挙区の石井正弘です、えー。今日はあトップバターということで質問の機会を与えていただきまして大変光栄に存じる次第でございます。それでは早速う質問に入らさせていただきたいと思います。えー、総,務総務大臣のまあ先般、えー、所信表明のおご説明がございました。 これに基づきまして、順次質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。まず最初に総務大臣から、総務大臣に就任して以来、地方経済の好循環を確立する、ローカルアベノミクスの実行を掲げて、多くの課題に取り組んでまいりましたと、このようなお話でございました。アベノミクスの2年間の取り組み、これによりまして、 経済の好循環というものが生まれつつあるということでございまして、先日の月例経済でも、景気の判断が少し上向きになってきたといったようなこともありまして、大変我々も期待をしているところであります。ただ、地方から見ますと、まだまだその経済状況は厳しい、あるいは地方経済に好循環は行き渡っていないと、こういう声が実は多いというところでございまして、 ま先般、お手元の資料にございますが、あの地下工事の発表がございましたが、これを見てもですね、住宅地、商業地、例えば住宅地の東京圏は0.5、平成27年、変動率でありますけれども、大阪県は0.0、名古屋県が0.8、地方の方の平均が、ま、あ マイナス 1. 1商業地もそれ以上のまた動きになっているようでございまして、同様、やはり大都市圏と地方圏のですね格差が大変大きいということがうかがえるわけであります、また地方圏の中で見ましても、地方の中枢都市ですね、例えば岡山で言えば岡山市と倉敷市。 えー、そことその、ま、その中心部とそれ以外におきましても、格差が広がってきているように思われるところでございます。また、資料の2でございますけれども、経済産業省の資料であります、えー、昨年の10月、12月の期、えー、における地域経済産業調査でありますけれども、これを見てもです、ね、この色を見てお分かりのとおり、 えー、情報に変更したのは赤いところ、それから、あ青いところは、下方に変更したところということでございまして、まあ、全体、まあ、一部に弱い動きが見られるが、持ち直しが続いていると言われるものの、この青いところを見ますとですね、えー、足踏み感とか弱い動きと、まあ、こういうような表現になっているところでございます。そこで、えー、 高市総務大臣にお伺いいたしたいと思いますが、まあ、地方経済の現状というものをどのように捉えておられますのか、それからまあ総務省といたしまして、えー、地方経済の好循環、確立のために、具体的にいかなる方策を取られようとしておられるのか、お伺いいたしたいと思います高市総務大臣。今、委員が配布していただきました資料、またご指摘のとおりですね。 あのまあ、2年間のアベノミクスの成果によって、雇用賃金など、まあ、全体的なあの改善というのは見られていると思うんですけれども、まあ、地方でご活躍の,あの委員の先生方が体感しておられる、えー、まあその通りだと思います、まだまだ地方では実感、えー、できないという声、私もたくさん聞いております、でもまさにですねローカルアベノミクス、これから正念場でございます。 で総務省といたしましてですけれども、まあ、まずは雇用吸収力の大きな地域密着型企業の立ち上げを支援するローカル一万プロジェクト、それから電力の小売自由化を踏まえました分散型エネルギーインフラプロジェクト、まあ、これらを推進して、ですねまずはあの足腰の強いあの持続的な地域経済を 構築してままいりますそれから経済産業省と連携をしております地域の元気創造プラットフォーム、これを拡充をして、企業立地や地域の特産品の販路拡大、これをしっかりと支援していくこと、さらにです、ね、地域の農業、医療、教育、雇用、行政などの分野におけます ICT の利活用、まあ、これをあの一層推進いたしまして、地域産業のまずは生産性向上、そして地域サービスの充実、まあ、これを図るとともに、まあ、地方への あの新しい人の流れを作っていくふるさとテレワーク、まあ、これも推進をしてまいります、それからまた、あの明日いよいよあのオープンなんですけれども、地方への移住、それから交流関係の,あの情報提供ですとか、相談支援の一元的な窓口となります、えー、移住交流情報ガーデン。 えー、これをあの開設し、またあの全国の仕事や住まいなどのデータを、まあ、一元的に集約する全国移住ナビも構築してまいります、まあ、とにかくあの総務省が持っているさまざまな政策ツールを総動員してです、ね、あのもう全国各地で安心して生活ができて、学べて働けて子育てができる、まあ、そういうあの地域をできるだけ多く作っていくために、あの関係省庁ともよく連携しながら、えー、しっかりと。 取り組んでまいります。石井正弘君、ありがとうございました。非常にあの総務省としてですね前向きにえ取り組んでおられるということで、大いにまあ期待をさせていただく次第でございます。そこで、町人仕事創生本部事務局の方にお伺いをいたしたいと思います。今日はあの内閣委員会等とかれているということで、事務局の方にお越しをいただいておりますが、3月1日にですね資料の、えー これは三になるんですかね、資料の3でございますが、えー、地方紙にです、ね、全国、えー、首長アンケートの集計というものが掲載されました、資料は岡山の、ま、地元の山陽新聞、これを掲載させていただいておるわけでありますけれども、ここをご覧いただきますとです、ね、左側の下の方になるんですけれども、一番下でございますが、地方版の、ま、総合戦略ですね。 これを2015年までに策定できるかという問いに対しまして、全国の区議長さんのアンケートでありますけれども、自前で策定できるとこのように回答されたのは、実は37%しかなかったと、こういうような状況となっているわけでございます。こういった中で、やはり国の方からですね、人材の派遣という意味におきまして、私は地方創生人材支援制度、 これに大いに期待をしているわけでありますけれども、来年度からの派遣人材、これにつきまして、どのような人材をどれくらいの規模で派遣をし、そしてどのような役割を担ってくれるということを期待をしておられるのか、説明を願いたいと思います町人仕事創生本部事務局、末宗次長地方。地方創生人材支援制度についてでございますが、 あの27年度を初年度として創設するものでございますけれども、27年度は69の市町村に対しまして、国家公務員が42名、大学研究者が15名、民間人材12名を派遣することといたしております、えー、その派遣される人材につきましての役割でありますけれどもあの、市町村長の補佐役といたしまして、これまでの知識や経験を生かしまたあの、地域にかける 熱意を持って派遣先市町村における、先ほど委員がおっしゃいました地方版総合戦略の策定、ないし施策推進の中核を担っていただきたいと思っておりまして、まあ、特にあの産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア等々の三管の学,学金労、ロゲン、さまざまな地域における関係者と連携しながら、その地域でしかできない地方創生を実行していただくことを期待いたしております。 石井雅宏君、はい、あの非常にあの期待をしているわけでございますけれども、ただあの、えー、見ますと、大学等のお、あるいは民間の割合がちょっとですね、予、え、想、ー、よ,より少ないような感もしておりますので、ぜひですね、えー、さらに働きかけをしていただきたいと思っております。で、えー、そこのお先ほどのまあ新聞のデータでご覧いただきまして、お分かりのとおりですね、非常にあのこのままだと策定がなかなか難しいと。 いう自治体が非常に多いわけでありますので、えー、このままで、えー、推移いたしますとです、ねえー、どうしてもこの地方版の総合戦略は、あいわゆるコンサルタントにですね、えーま、表現はいかがかということはあろうかと思いますが、まあ、いわゆる丸投げ的になってしまうんではないかというような危惧の声があります。えー、しかもあの 全国ですね、多くの自治体が同一の同業者にですね、依頼をしてしまうということになりますと、どうしても全国に似たような内容の総合戦略になってしまいかねないんではないかと、このような声を、実は私も地方、田舎に帰りましてですね、 回っておりましたところ、ある町で、えー、そういう話を聞いたところで、えー、ございます。まあこういったことをどのように受け止めておられるのかということ、合わせ、あのー、やはり、えー、このままですね、急いで。 来年中ということを言われましてもです、ね、なかなか今のような状況ですから、まあ、消化不良的にどうしてもなってしまってです、ね、いわゆる金太郎飴的なものになってしまうんではないかと、このような声もあるわけです、特にあの震災復興に一生懸命取り組んでおられる市町村におかれましては、なおさらそういうことに危惧の念を持っておられるんではないかと思うんですが、そこでお聞きしたいんですが、この27年度中の策定というものは、 どうしてもということで、えー、引き続き指導、要望されるのか、あるいは若干ですね、そういった点、えー、柔軟にです、ね、対応するということも考えてはい、いいんではないかとも思いますけれども、その点、いかがでしょうか。末森次長、はい、お答えいたします。 あの総合戦略の策定時期のことでございますけれども、まあ、この問題につきましては、人口減少問題、対策が早く講じられれば、それだけ人口減少の歯止めをかける効果も大きいと考えておりますので、その意味で地方創生、これは国と地方が連携して取り組むべき待ったなしの課題でございますので、早急に取り組む。 取り組みを進める必要があると考えております。えーまあ、そのようなことからあの、各地方公共団体に対しましても、27年度中に、えー、地方版総合戦略を策定いただくようお願いしているところでございます。で、えー、この点につきましては、あの国といたしましても、できるだけあの早期の情報提供をこれまでも行ってきております。例えば、えー、昨年の10月20日にはあの人口推計の方法の説明会ですとか、あるいはの 総合戦略を閣議決定した12月27日には、地方版総合戦略を策定するにあたっての留意事項をお示しする。さらには年明けにもその策定方法についての説明会を行うというような形で、えー、いろいろな情報提供を行ってきておりますし、また、あの、国の方の応援だけでなくて、えー、都道府県に対しましても、 その市町村間の取り組みの連絡調整ですとか、特に小規模な市町村へのフォローアップ、そういったことも十分目配りしてくださいといったこともお願いをしてございます。えー、そののようなことででございますので 今あの、それぞれの団体で、えー、危機意識の上に立って、えー、お取り組みをしていただいているところでございますので、えー、私どもとしては、あ先ほど申し上げたましたような線で、えー、地方において相互戦略を作っていただくよう、精いっぱい応援をして,いただしていきたいと考えております石井正弘君。 やはりあの地方の声はです、ね、いわゆるその交付金等々が配分されるということでありますから、一生懸命ですね、間に合うように作っていかなきゃいけない。たただあのどのように作っっていったら いいのかということを非常にこの、思案をしているような状況のように聞いておりますから、ぜひですね、今言われたように、広域行政を司さどっております都道府県等がです、ね、適切にアドバイスをするとか、あるいはいろいろなその問い合わせがあったら、各省庁が丁寧に対応するとかですね、そういったことで、しっかりとフォローアップをしていただくように、お願いをいたしたいと思います。それではあの次にに地方財政制度について ご質問させていただきたいと思います。先ほどの,あの新聞記事をご覧いただいたんですが、左上の国への要望ということで、人口減少を食い止めるための対策として、何を要望されるかということについてのデータが出ておりますけれども。 やはりあの地方公共団体から見ますとです、ね、地方財政の充実、それから新型交付金の創設、こういったものがこの上位に上って、上位になっているということがうかがえるわけであります。このまさに地方創生、これに意欲を持って取り組んでいただくということになりますれば、やはり地方税財政制度の充実強化というものは、極めて重要な課題かと思います。そここでで総総務務大臣ににお伺いいいたたしたいんですが資料の4これはもう既に総務省から の配布いただきました27年度地方財政計画のポイント、要点でございます。そこにございますとおり、地方創生関連対策とか、あるいはかねてから課題にありました別枠加算の問題、歳出特別枠の取り扱いの問題、あるいは臨時財政対策債の発行の問題等々、いかなる考えでもって、こういった諸課題、対応されたのか、あるいは全体、 地方一般財源総額の確保というものが非常に大きな命題でございましたけれども、これについて目標を達成をされたというふうにお考えなのかどうか、全体、どのようにこの地方財政対策を評価されておられるのか、地方側はです、ね、公共団体も評価、大変いい評価をされているという声明を拝見をさせていただきましたけれども、大臣自身、どのように捉えていらっしゃるか、感想をお伺いしたいと思います。高市大臣 あのいかなる考え方でということでございますが、まあ、今回の地方財政対策におきましては、まずは地方創生と財政健全化の両立。 えー、に向けてて力を入れて取り組みました、まあ、地方創生については、地方団体が自主,性主体制を、まあ、最大限発揮して、地方創生に取り組めるように、えー、0.5兆円の新規の財源を含めて、町費と仕事、創生事業費を、えー、1.0兆円確保しました、一般財源総額についてでございますが、まあ、これも地方団体が地方創生に取り組みつつ、まあ、安定的に財政運営を行うことができるように、一般 一般財源額額を兆円増額、えー、しました、でまた地方税が増収となる中でも、地方交付税の減少を前年度比、えー、0.1兆円減と最小限にとどめて、えー、臨時財政対策債を1.1兆円減と大幅に抑制しまして、まあ、一般財源の質を改善したと考えております。 歳出特別枠と地方交付税の別枠加算もございますが、これも危機対応モードから平時モードへの切り替えを進めるということにして、歳出特別枠については、地方創生など重点的に確保した歳出と同額の3500億円を減額して、実質的に前年度同水準となる8450億円を確保しました。 まあ交付税の別枠加算につきましても、地方税収の状況を踏まえて、一部を縮小しながら、必要な額として2300億円を確保しました、でまずあの評価ということなんですが、精あ精一杯取り組んだということで、なかなか自分ではあの評価しにくいんですが、地方6団体からは、地方の一般財源総額を61.5兆円として、前年度大幅に上回る額を確保したことを評価するえといった。 ということであのお話をいただいております。石井正弘君、いや本当にあの地方出身の我々から見てもですね、えー、本当にあの地方に配慮した地方創生元年にふさわしいですね、えー、地方財政対策になったものとこう思っておりまして。 高市総務大臣の非常に素晴らしい手腕に心から敬意を表させていただきたい、これは地方側からもそう受け止めているのではないかというふうに伺っているところでございます。 ただですね、井上副大臣に一つ質問させていただきたいんですが、臨時財政対策債、確かにこれもです、ね、発行額を、ね、4.5兆円から、一番下にございますが、マイナス1.1兆円、この減らしてということは、減額という方向につきましては、これはまあ評価できますものの、ただ、数字自体はです、ね、依然として大量発行になっているんですね。こののにについてその地方の負担で新たに 臨時財政対策債を発行をするなど、この残高がどうしてもです、ね、増加する構造となっているというところに、まあ、この問題があると私も捉えておりまして、速やかにです、ね、この地方交付税制度の持続可能性からして、これは解消の方向に持っていただきたいとこう思っております。今後、この臨時財政対策債、これをどのように対応していかれるご方針なのか。 えー、二之湯,いいたた湯総務副大臣、えー、委員ご承知のとおり、えー、地方の財源不足につきましてはです、ねえー、国と地方が折半して、えー、補填することをまあ基本としているわけでございます。で国は一般会計からの地方交付税の倫理財政、えー、対策特例加算、また地方は倫理、ね、財政対策の発行によってまあ対処してきているわけであります。 まあ、平成13年以降の臨時財政対策債の発行によりまして、残高が非常に増加しており、平成27年度末には50兆円程度になる見,見通しであります、えー。地方財政の健全化の視点から課題があると、まあ、認識をしておるところであります、えー。このため、臨時財政対策債のような特例債に頼らない財務体質を確保することが非常に重要であると認識しているところであります。えー、平成27年度のですね、 地方財政対策におきましては、臨時財政対策債の発行を大幅に抑制することができましたが、今後もです、ね、地方財政の健全化に努めまして、まずは平成19年度、そして20年度の状況をです、ね、発行しなかった、その平成19年度、20年度の状況をできるだけ、まあ 早期に実現するように努めてまいりたいとこのように思っております。石井正弘君、ぜひですねそういう方向で努力していただきたいと思っております。そこであのこの問題高市総務大臣にもう一つお伺いしたいのは全般のこれからの課題であるわけですが、まあ国も確かに社会保障経費等と財政いろいろ大変な状態でありますけれども地方から見てもですね毎年。 この社会保障関係費がですね大幅に増加をしていくという構造であります。またあの社会資本を見てみましてもですね更新時期を迎えておりましてこの維持修繕とかさまざまなですねこの費用がですねこれから発生するわけでありましてこういった中で国はこの夏までにですね財政健全化とそれからこの経済の再生こういったことをそ 念頭に置きながら、えー、財政健全化の目標達成に向けた計画を策定すると、えー、このように聞いているわけであります。えー、そうしますと、えー、その計画を作る中でですね、アベノミクスが進展しているんだから、もう地方のですね、歳出特別枠とか、あるいは、えー、別の加算というものはもう廃止、えー、すべきではないかと、こういう動きがですね、当然強まってくるかと思うんですけれども、 ただあの、プリント地方の協議の場でも、えー、知事会の方があ発言しておられるのを見たんですが、まだ地方から見ますとです、ね、いわゆる危機モードから平時モードへの切り替えを進めていくと言われてもです、ね、まだまだ地方ではそのような実感ではないと、このような発言がありまして、まさにそうだと思うんですね。ししたたたいいいいまして、ここううっっ地地方方のののの厳しい財政状状況、況、えー、から見たあ今の経済の状況ですね、こういったものを、 き鑑み入る中で、えー、この計画を作る中で、地方の立場をしっかり守って、えー、地方財政、えー、対応していただきたいと思いますが、えー、総務大臣のご所見をお伺いいたしたいと思います。高市総務大臣 あの今、委員がおっしゃった夏までに策定をする予定の計画でございますけれども、まだあのどのような項目をどのように盛り込むかとあのいうことは、これからの検討課題でございます、まあ、その中でやっぱりおっしゃったように、社会保障費は増えるし、あのまた、えー、社会資本の更新などもございます、あの財政需要があ,のあ,るあることをよく承知いたしております。でただ、まあ、地方財財政相当巨額の財源不足を抱えて ておりまして、借入れ金の残高200兆円程度で高,も高止まりしておりますので、まあ、地方財政の健全化に向けてということでは、まあ、歳入と歳出、両面で最大限の努力が必要です、まあ、歳入面ではもうとにかくあのアベノミクスの効果をですね全国各地に行き渡らせて、しっかりとあの地方税収が増える形を作っていくことが必要です。で歳出面においてはやはやりりこの国の国取り組みと 包丁を合わせてメリハリをつけた えー、重点化と効率化を図っていくということです、まあ、その上で,です、ね、地方団体がやはり自主性、それから主体性を最大限発揮して、地方創生に取り組みながらも、まあ、安定的に財政運営を行えるように、えー、地方が自由に使える一般財源総額については、しっかり確保していきたいと思っておりますので、あのー、以上のような考え方を踏まえて、積極的に議論に参加してまいります。 石井正弘君、えー、大変えー、心強い決意をお伺いいたしました。ぜひですね、えー、地方財政の厳しい状況。 考える中で、地方一般財源総額を確保しながらは、また地方創生ということもこれから大事な課題でございますから、必要な財源措置をです、ね、期待いたしたいと、こう考えております、えー。そこでこれに関連して、あの税制改正であります、あの平成二十七年度の税制改正、えー、私も自民党の方の税調の方で、えーま、幹事という役を仰せつかって議論させていただきましたけれども、まあ、今般、ご案内のとおりあの、えー、法人事業税の 外形標準課税の拡充等々が、えー、法人事項税率の引き下げに、えー、合わせまして、まあ、行われたところでありますで、まあ。地方から見ますと、私も主張してきたんですけれども、えー、赤字企業といってもです、ね、地方の行政サービス、主事のものを享受しているということでありますから、えーまあ、地方もかねてから主張しておりますとおり、えー、この外形標準課税の拡充というものをぜひやっていただきたい、えー、こういうい中で今回の 方向性が出たということは、これも地方側からしますと、評価できるものと思っておりますが、これはあの当時所でいろいろ議論したんですが、当然、総務大臣のご意向も非常に大事でございました。今回のこの外形標準課税の拡充というものを、大臣はどのように評価されておられますのでしょうか、それから今後です、ね、さらに実行税率の引き下げが方向として決まっているわけでありますから、外形標準課税もさらに拡充というものを、 検討せざるを得ないと、こう考えておりますけれども、えー、これにつきまして、まあ、いろいろ、中小法人等々の配慮ということもあります、地域経済の課題もあるわけでございますが、この点、合わせ、ご見解をお伺いいたしたいと思います高市大臣あの地方税につきまして、やはり税収の安定性の確保といった観点からです、ね、かねてより地方団体から、まあ、ご要望をいただいておりました。まあ、通りに まあ、外形標準課税の課題によって、えー、あの、拡大によって財源を確保した上で、えー、法人事業税の、えー、所得割の税率を引き下げるということにしました。まあ、これによって、大益課税としての法人事業税の性格の明確化、それから安定的な地方税体系の構築というものに向けて、 まあ一歩進めることがあのできると、まあそのように考えております。ですから、まああの今回のあの課税、外形標準課税の拡充のあり方については。あま地方団体からもご評価をいただけたと思っております。でまあ今後のことなんですけれども、あの今回の法人税改革で法人実効税率が約3.3%引き下げることとなるんですが。まあ与党の税制改正大綱において、引き続き法人実効税率を20。20% 十0台まで引き下げることを目指して、改革を継続するということになっておりまして、でまたさらに、大法人向けの法人事業税の外形標準化税のさらなる拡大に向けて、平成27年度税制改正の実施状況も踏まえつつ、引き続き検討を行うとされておりますので、今後はこの方向に沿ってです、ね、与党における議論ですとか、あと地方団体のご意見も踏まえ、また中小企業への配慮ということも頭における きながら、えー、進めてまいりたいと思います。石井正弘君。はい、ありがとうございました。そこで、あの、二之井副大臣にお伺いいたしたいのは、あの、税源の偏在税制の問題であります、えー。まあ、消費税が、地方消費税が、まあ、平成二十九年度から引き上げられると、こうなりますと。 この交付税の、交付団体と不交付団体の間における財政力の格差というものがさらに、えー、広がってしまうということになります。したがって、えー、税源のこの偏在税制というものは喫緊の課題となるわけでありますけれども、えー、この10%段階におきましてはですね、えー、この法人、えー、住民税の法人税割、 これの地方交付税化、これがまあスタートしたわけでありますけれども、これをさらに思い切って進めるなど、まあ、地方はこういったことを期待をしているところでありますけれども、この偏在是正送置につきまして、今後、いかに進めるかということについて、えー、副大臣の見解をお願いいいいたたしたいと思いま二井湯副大臣、えー。地方消費税の <coughs>、えー、従事に伴う地域間の偏在、えー、財政力の格差の縮小を図るためにですね、 平成26年度の税制改正におきまして、偏在性の大きい法人、住民税、法人税割のです、ね、一部を国税化して、そしてそれを地方交付税の原資化に、えー、するなどの措置を、まあ、講じたわけでございます。えー、まあ消費税10%大会における法人地方法人課税の偏在税制につきましては、与党の税制改正大綱におきまして、一つはですね、法人、住民税、法人税割の 地方交付税、原子化をさらに進める。また、地方法人特別税常用税を廃止するとともに、現行制度の意義や効果を踏まえて他の偏在税制措置を講ずるなど、関係する制度について幅広く検討することとされたわけであります。まあ、今回、えー、消費税率10%の引き上げ時期の変更に伴いましてですね、これらにつきましては、平成28年度以後の税制改正において具体的な結論を得ることと、 されたところでありまして今後この方針に沿ってですね関係,大団の関係団体のご意見も踏まえながら検討していく必要があるものと考えております石井正広君。 あの関係団体の調整という非常に困難な問題はございますけれども、ぜひですね、えー、リーダーシップを発揮していただきまして、今、ご答弁いただきました方向で検討を進めていただきたいと存じます、我々も税調の方でしっかりと議論を進めてまいりたいと思います。そこで、えー、次は、これに関連してまた地方の問題、地方移住についてお伺いいたしたいと思います。先ほど、あの大臣から一部ご答弁を頂戴いたしました。えー、全国 移住促進センター,、えー、この取り組みが、まあ、いよいよ、記者発表もありまして、えー、名称も正式に決まったと。えー、この、これからの方向性ですね、中身を、これから方向性、まあ、全国の自治体がいろんな取り組みをしておりますから、こういったものも取り入れたものにしてほしいと思います。またあの、ナビの方ですが、全国移住ナビ、仮、え、称、ー、でありますけれども、このいろんな関連情報を総合的に提供する、これも非常に期待をしておりますけれども、 これにつきまして、どのような効果を期待され、全国の自治体もさまざまな情報提供しておりますけれども、これとの関連付け、こういったものも合わせ、大臣の見解をお願いいたしたいと思います。高市総務大臣。 あの所信表明の時には、えー、まだ仮称でございましたので、全国移住促進センターとしておりましたが、まあ、その名称を移住交流情報ガーデンと決定しまして、まあ明日二25日にオープニングイベントを開催します、でこの移住交流情報ガーデンの方は、地方への、まあ、移住関連情報の提供、相談支援の一元的な窓口で、まあ、全国の自治体に仲介する、えー、役割を果たします。まあ、具体的には全国移住ナビなどを活用した総 相談を実施して、まあ利用者のニーズに応じて自治体の窓口におつなぎします。またあの厚厚生労働省農林水産省と連携して仕事情報や就就農支援情報も提供します。またあの各自治体の移住交流に関するパンフレットの閲覧コーナーがあったり、あと自治体によるイベントですね、あの移住交流に関する相談会セミナーなども開催することにいたしております。で、まあ自治体の中にはもうすでに首都圏においてあのそのような取り組み 相談会など積極的にやっってらっしゃるところもありますので、まあ、そこは自治体と十分なあの連携を図りながらやってまいりますで、全国移住ナビの方ですが、これも関係省庁と連携して、ですね全国の自治体とも共同して構築します、であの居住、就労、生活支援など、まあ、総合的なワンストップのポータルサイトで、まあ、現在、の総務省と全自治体の共同データベースであります、えー、地域の元気創造プラットフォームの中に、えー、構築してですね、 パソコンでもあのスマホでも、えー、ご活用いただけます、でこれはの自治体からの例えばお試し移住体験ですとか、セミナー開きますよというようなご案内であったり、あとはハローワークや、まあ、新規就農相談センターなどの、まあ、仕事情報ですね、それから民間の不動産会社や交通情報システムなどから住まい情報や、まあ、生活交通情報などをこう提供しますで、合わせて全国のそれぞれの自治体の移住受け入れ施策、 いや担当者の連絡先なんかの情報も提供しまして、まあまさに全自治体と国が連携してあのー、取り組むもので、まあ明日のこの移住交流情報ガーデンのオープニングイベントに合わせてこの全国移住ナビのシステムが稼働いたします。でもまずはあの全国の自治体からデータを積極的に入力していただくことが必要で、あとプロモーション動画の登録も進めて、えー、充実をしてまいりたいと思います。あとはもう皆様。 に知っていただくことが必要ですね。周知にも努めてまいります。石井正弘君、もう地方が非常に期待しておりますのでですね、ぜひ中身を充実していただきたいと思います。まああの時間の関係でも最後の質問になりますが、あの、えー、最後の資料の七にあります通り、今あの、えー、オリンピックに合わせましてですね、多言語音声、えー、翻訳アプリ。 これをですね、えー、非常にこれを拡充していこうということで、総務省の資料でございますが、前向きにやっておられまして、非常にあの期待しております。合わせあの、その次の資料の8にございますが、スマートテレビ。これも非常にあの鮮明なテレビで、えー、放送と通信が融合したものでございまして、相互発信、コミュニティ参加。非常にあの視力が衰える高齢者、あるいは、えー、障害のある方々にとりましては、非常にこれは <coughs> 意義深いと思うんですね。 ぜひこういったものにつきましても推進していただきたいと思いますが全体のこの推進方針につきまして、えー、西目副大臣のご見解をお願いいたしたいと思います西目副大臣簡潔に答弁願います、えー、多言語音声音声翻訳につきましては、えー、情報通信研究機構が開発しております現時点では27言語に対応しており特に日英中韓 の4カ国語の旅行会話につきましては、精度の高い翻訳を実現をしております。これをさらに、旅行会話以外にも、病院や交通機関などに展開し、全力で取り組んでまいりたいと思っております。グローバルコミュニケーションのこの推進体制も、オールジャパンの体制が整っておりますので、総務省としても全力で取り組んでまいりたいと思います。スマートテレビにつきましては 放送と通信の融合、先生がご指摘したような観点も含めまして、可能性を秘めておると思っております。先般、ベトナムに私が出張し,たし,しました折にも、この辺のスマートテレビの普及をアジア地域に含めて展開していこうという動きもございますそれ。それを展開していく上で、放送と通信が融合するという意味では、サイバーセキュリティ含めて、安全と安心、この辺も十二分に検討しながら、 進めてまいりたいと考えております。以上です。はい、終了。終わります。ありがとうございました。はい